2012年ブエノスアイレス鉄道3時は2012年2月22日にアルゼンチンブエノスアイレスのバルバネーラ地区にある音声機で起こった列車衝突事故である。音声の悲劇という呼び方が主流である。8行編成の電車には1200人以上が乗車して混雑していた。時速2 6トルでホームに侵入し、 先頭の電動車とその後ろの2両がホームマッの車止めに激突した。駅の出口に近い車両に移動する乗客で、先頭車両と2番目の車両は特に混雑しており、これらの車両から死者と重傷者が発生した。51人が死亡して700人以上が負傷した。事故が起こったサルミエント船は当時民営企業であるトバによって運営されていた。 2011年9月13日に、同船では、フローレス駅踏切事故が起きており、衝突したバスの乗客11人が死亡し、228人が負傷したばかりであった上に発生した。この事故は、アルゼンチン史上3番目に犠牲者の多い鉄道事故となった。同国史上最も多い死者を出した1970年の、ミトレ将軍鉄道。 ベナビデス列車追突事故では142人が死亡、368人が負傷し、2番目に多い1978年のミトレ将軍鉄道、急行エストレージャ、デルノルテ号脱線転覆事故では55人が死亡、56人が負傷した。トバ車の保有する東芝電車のチャパ16はサルミエント線で運用されており、 車肉祭休暇後初の仕事日である2月22日、列車番号3772として、始発駅である、モレエノ駅を出発し、順調に終点の音声駅に到着する予定であった。しかしこの日、チャパ16は終点であるはずの音声駅の所定の位置に停車することはできなかった。なんと、時速50キロメートルという駅に入線するには、 早すぎるスピードで入線したと報じられたのだ。この音声駅の構造はすべて東端式ホームである。チャパ16は、所定の停車位置を通り過ぎ、線路の末端までに停止できず、アルゼンチン標準時8時33分に、時速2 6トルで、古いイギリス製の車止めに激突した。先頭の電動車とその後ろの2両が押し潰され、2両目の 自転車用荷物車は先頭車両に7メートルもめり込んだ。衝突が爆発のようだったと表現する乗客もいた。事故発生時に地区内にいた救急車の中には B 型インフルエンザの流行に見舞われていた船舶の到着を待っていた車もあったが、事故の犠牲者を近隣の病院に搬送することに使用された。駅ホームでは救急隊員による蘇生などの活動が展開され、 軽傷の乗客は徒歩で事故現場を離れた。民間ボランティアによれば、車両の強固で複雑な構造が残骸の除去を困難にし、その結果救助活動を難しくしたという。車両端のクラッシャブルゾーンが大破し、また、当該の電車、東芝の窓には金属製の枠が設置されており、これが事故の衝撃で外れかけ外からの救助を難しくし、 車内では化粧板が粉砕し網棚が外れる等の大きな被害が出た。それに加え衝撃でたくさんの乗客が押し出され床と天井及びそこに設置されていたファンデリアにちょうど挟まれる形になっていた。電車の運転士は生き残り救出されて救急車で搬送された。多くの人々が運転士の救出に携わったが運転士は 重症ではなく飲酒運転の疑いがあるかどうかの確認のために行われた血中アルコール含有量のテストも陰性であった。この事故により安全確認と車両の手配の関係からサルミエント船は事故後数時間は通常の運転を行うことができず運転再開を求めさらに飛ばの運営に文句のある複数の利用者は事故現場を保全する連邦警察や兵士に 瓶、棒を切れ、椅子などを投げつけたが、警察はそれらの抗議者をすぐに排除し、秩序を取り戻した。なお、サルミエント船では、飛ばの不十分な運営に対した利用者や左翼組織による同様の暴力的な抗議がこの事故以前にもたびたび行われていた。この事故では、最終的に3人の子供を含む51人の死亡が確認され、700人以上が負傷した。 救助が終わり、現場検証が済むと、被害の少ない車両から順次車両の引き上げが行われた。その後、激突の場面と音声による記録が、事故原因を判定するために調査された。フリオデビード大臣は、ドバに対する訴訟を発表した。市民連合は、大臣の行動の順法性を批判した。クリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネル大統領は2日間の国葬日を宣言し、 車肉祭を中断した。マウリシオマクリブエノスアイレス市長とダニエル、スシオリブエノスアイレス州知事も大統領と同様の行動を取った。フアンパブロスチアビ運輸大臣は政府が事故を調査することを発表し、電車の運転士が十分な休息をとっていた上に、労働報告書は良好だったことを報じた。電車と駅に設置されていた運転記録装置とセキュリティテープは、 特別クレンポー警察に引き渡された。フリオデビード計画、公共投資大臣は、大統領がサルミエント1の運営者であるトバに対する訴訟を開始すると発表した。急進市民同盟は、スチアビ大臣の弾劾を提案し、サルミエント1の整備状態についての説明を要求したほか、都がえ、コンセッションを譲歩している国家による適切な統制の 欠如についての以前からの訴えを指摘した。彼らはまた議会に対して事故と政府の責任に関する調査委員会の設置を強く求めた。市民連合はデビード大臣の発表を批判し、事件に関与している大臣という立場では原告となれないことを指摘した。労働総連合はアルゼンチンの鉄道全体の貧弱な状況を訴え、 この事故が問題を浮かび上がらせたと主張した。アルゼンチン労働者中央連合は、トバの鉄道運営許可の剥奪を要請し、5月24日、大統領はトバへの鉄道運行認可取り消しの処分を下した。この後、トバは解体され、運営していた路線及び列車の運行は、政府と他の民間鉄道運営企業の合弁組織で、あるユガムズが引き継ぎ、 トバが整備を怠っていた車両や線路、踏切などの再整備、駅のリニューアルを積極的に行った。イギリスの外務、英連邦省は事故を遺憾に思い、犠牲者の家族と、現在も救出活動中の救急機関に対して、哀悼の意を表した。メキシコの外務省は哀悼の意を表し、姉妹国アルゼンチンと、犠牲者家族と負傷者の迅速な回復を願った。 ローマ教皇ベネディクト16世は哀悼の意を表した。当初、組合のリーダーは、電車はうまく動いていたし、前の駅ではブレーキに、問題はなかったと発言し、同様に証言する乗客もいた。28歳の運転士は放置されたが、後に検察が放置に異議を唱え、先生のもとに宣言してから、事故調査裁判官によって解放された。 私は二度ブレーキを動かそうとしたが、ブレーキの機構は動かなかったと述べ、彼はブレーキハンドルの他に手ブレーキを動かそうともしたが、失敗していた。裁判記録では、運転士は事故調査人に、それぞれの駅でブレーキに問題があることを無線で指令に忠告したと語ったとされているが、運転士は指令にそのまま運行を続けるように言われたと報じられている。 同格の車両通し場は、運転室の運転台左側にマスターコントローラー、右側にブレーキハンドル着脱式のブレーキ弁が設置されており、常用の電気ブレーキが故障で、すべて機能しない場合には、自動的に空気ブレーキに切り替わり、マスターコントローラーに設置されている。デッドマン装置から手を離すと、自動的に非常空気ブレーキがかかるように設計されているが、 老朽化と整備不良による空気圧縮機の動作不良などにより通常通りに技能しなかったことが判明した。しかし、さらなる調査により運転士の不手際が事故を招いたという結論も出され、2020年現在はこちらの方が正しいとされている。口述の通り、新たな調査結果はこれを否定している。基本的にこの投資は電車は全ての車両が電動車であった。 ありがとうございます。